Yahoo!!! ーメールの画面を開いた状態です受信箱をクリックして受信メールを表示します移動したいメールのチェックボックスにチェックを入れ移動をクリックします移動先のフォルダを選択します移動先のフォルダをクリックして メールが移動したことを確認してみましょう選択したフォルダにメールを移動できました。